ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は日本最強の妖怪13体を紹介するぜ。妖怪ってどうせヌラリヒョンが最強なんでしょ。確かにヌラリヒョンは妖怪の総大将だが、もっと強い妖怪はいるぜ。え？マジで？この動画では各妖怪の概要や伝説、強さなんかを詳しく語っていくぜ。マニアックだけどガチで強い妖怪も紹介していくから。ぜひ一緒に最後まで見ましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。妖怪とは人知を超えた現象、あるいはそれを起こす不可思議な存在のことだ。あやかし、もののけ、魔物とも呼ばれているぜ。ふむふむ。もののけは、もののけともいい、日本古来のどんなものにも霊魂が宿るという思想から、妖怪が生まれたとされているぜ。幽霊との違いは何なの？亡くなったものの、恨みや後悔などの未練を残して現世に残っているのが幽霊で、妖怪は超自然的な現象を指すとされているぜ。民族学者の柳田氏は、特定の場所に出現するのが妖怪、特定の人前に出現するのが幽霊、と定義しているぜ。自然現象ってことは、大雨や台風が妖怪だと昔の人は思ってたの？超ざっくり言うとそうだ。例えば10年に一度の超大型台風がやってきたら、昔の人は風の妖怪だと恐れていたわけだ。確かに今でもヤバい災害とかが起こると、何らかの力が働いているのではと思っちゃうわね。おう。とまあ古代では妖怪とは、人知を超えた怪しげな現象を指していたが、中世に入ると現象を起こしているのは実体を持った妖怪だと言われるようになったんだぜ。そうなんだ。昔の人にとって理解できない現象や病気はすべて妖怪、または神様が起こしていると考えられていた。今でも科学で説明できないことはいっぱいあるものね。そうだな。例えば湿気や気温で木材がきしむことで起こる、柳は、昔は原因がわからなかったから、同じ名前の妖怪の仕業とされていたぜ。じゃあ結局妖怪も科学的に説明できるってこと？いや、現代でも解明されてないことはたくさんあるぜ。安心したわ。妖怪が全く存在しないと言われると、面白くないわよね。それじゃあいよいよ、妖怪の中でも最強と言われるものを13体紹介していくぜ。どんな妖怪が出てくるのか楽しみだわ。ちなみに悪霊は別動画で解説するから、今回の動画では紹介しないぜ。あら、残念だわ。残念ながら霊夢もランクインしてないから了承してほしいぜ。誰が妖怪よ。1体目は四天童子だ。早速聞いたことある名前ね。後に紹介する、大竹丸。玉物前と並んで日本三大妖怪の一体だ。平安時代に暴れ回った、鬼の総大将で、今昔物語、大江山言葉、おとぎ草子など様々な文献にその名が書かれているぜ。名前の漢字では、お酒が好きそうな妖怪ね。実際大の酒好きで、四天童子という名前は部下から付けられたらしいぜ。またとてもイケメンな鬼だったとされている。平鬼にもイケメンっているのね。一説には、四天童子は元は人間で絶世の美少年だったと言われてるぜ。それがなんで鬼になっちゃったの？美少年だったからいろんな女性からラブレターをもらっていたが、彼はそれを見もしないで焼いてしまったんだ。それを恨んだ女性たちの怨念によって鬼になったらしい。マジで？それで鬼になるんだったら、ジャニーズジュニアとか鬼だらけになっちゃいそうね。女性の恨みは怖いぜ。他にも諸説あるが、共通しているのは異常な才覚を持って生まれた男の子が、放浪の末に鬼になったという部分だ。そりゃ強いに決まってるじゃない。そんなの誰が退治できるのよ。退治したのは平安時代の武将、源頼光とその部下たちだが、なんとその中にはあの、金太郎もいたという話だぜ。え？あの昔話の？ああ、金太郎のモデルとなった、坂田金時が頼光の部下として、四天童子退治に参加していたと書かれているぜ。金玉でもおなじみね。名前は少し違うがモデルは一緒だな。四天童子は毎晩都から若い娘をさらっては食べてしまっていたため、帝が源頼光らに討伐を命じたんだ。怖いわ、私も食べられちゃいそう。霊夢は昨日ニンニク食いまくってたから臭くて食えたもんじゃないぜ。ちゃんとブレスケアしたわよ。源頼光らは名高い武将だったが、それでも四天童子らと正面から戦っては勝ち目はない。そこで神様からキルト姿が見えなくなる、隠れ身の、鬼に効果のある、身辺気毒酒、という毒の酒を授かった。神様から便利なアイテムもらえる定期ね。一行は鬼の住処に近づくと川で洗濯をしている娘に出会った。彼女は四天童子らにさらわれたけれど、痩せてたため食べられずに身の回りの世話をさせられていた。貴族の娘だったんだ。彼女から鬼たちの様子を聞いた頼光は、ある作戦を決行するぜ。どんな作戦かしら？源頼光、旅の者ですが一晩止めてください。四天童子、出て。お礼にうまい酒あるから飲んでください。おう、この酒うまくて偉い酔いが回るな。ちょっと部屋で寝てくるわ。今や、隠れ身ので姿消して奇襲するで。ええぐえ、お前ら卑怯すぎやろ、鬼より鬼畜やん。確かにちょっと卑怯だけど、相手は鬼だしね。四天童子は奇襲をかけてきた頼光らを激しく罵ったことから、悪事は働いても、勝負は正々堂々としている性格だったと思われるぜ。
部下もたくさんいたからカリスマ性も兼ね備えていたようだな。漫画とかなら絶対人気出るタイプの悪役ね。四天王寺の首は、現在京都の、首塚大明神に祀られているぜ。首が現在でも残ってるの？たたりがありそうじゃない？いや、退治された後四天王寺は改心して、首から上の病を治すご利益があるとして、人気のスポットになってるぜ。そうなんだ。今では人々の役に立つ鬼になったのね。二体目は龍騎だ。頭が牛で首から下は鬼の胴体を持つが、伝承によっては逆に頭が鬼で、胴体は牛の場合もあるぜ。どちらにしても怖そうな妖怪ね。各地に伝承があり非常に残忍、獰猛な性格で、毒を吐き人を食い殺すことを好むと言われてるぜ。ひえ。さらに龍騎は強力なたたりを持っていることでも有名だぜ。龍騎にたたられると藤の病にかかったり、命を落とすこともあるぜ。しかも、牛鬼に見られたり影を舐められただけでもたたられるし、退治してもたたられるんだぜ。たたりすぎでしょ、そんなのどうしようもないわ。一応、備え物をしたり、石は流れる、この葉は沈む、牛はいななく、馬は吠えるなどと逆の言葉を唱えると、たたりを回避することができるらしいぞ。なるほど。有名な伝承としては、愛媛県のものがあるぜ。宇和島地方で人や家畜を襲っていた龍騎がいたから、ある山伏が退治を依頼されたんだ。山伏って？山で狩猟をしている、狩猟僧のことだな。村で龍騎と対決した山伏は、ホラガイを吹いて神言という呪文みたいなものを唱えたところ、龍騎がひるんだので。その隙をついて龍騎の眉間に剣を突き刺し、体をバラバラに切り裂いたんだぜ。神言が龍騎の弱点なのね。体をバラバラにされた龍騎からは大量の血が流れ出て淵になったんだ。この淵は今でも現存していて、龍騎淵という名前がついているぜ。龍騎の血でできているの？なんか呪われちゃいそうね。他には山陰地方では、濡れ女という妖怪との連携プレイが有名だぜ。妖怪ってタッグも組むの？ああ、まずは濡れ女が赤ん坊を抱いた母親のふりをして、赤ん坊を抱いてください。とお願いしてくるんだ。ところが、赤ん坊を抱っこするとどんどん重くなり動けなくなったところを龍騎に襲われるんだぜ。FPS ゲームなら最強コンビね。恐ろしい言い伝えが多い龍騎だが、神様として祀られていたり、人を助けたという伝承もあるんだぜ。そうなの？一説には、龍騎の正体は老いた椿の根っこであると言われてるぜ。植物の根っこが正体？どういうこと？日本には、椿の根っこには神霊が宿るという伝承があって、龍騎を神の化身とみなす解釈もあり、悪霊を払うものとして敬う風習も存在するぜ。はい。また和歌山県の伝承では、人間の女性に化けていた龍騎が空腹で困っていたところに、ある青年が自分の弁当を分けてあげたんだ。2ヶ月後にその青年が洪水で流されそうになったため、助けてもらった龍騎が恩返しに青年を救助したんだ。人間を助ける個体もいるのね。だが、龍騎は人間を助けると消えてしまうというオチテがあり、龍騎は血を流しながら溶けてしまい消滅してしまったぜ。そんな鬼もいたんだ。それと龍騎の遺物と言われてるものも、全国にあるんだぜ。マジで？徳島県阿南市のある家には、龍騎の頭蓋骨が保管されている。他にも、福岡県久留米市の観音寺には龍騎の手のミイラ、香川県五色台の青峰の根頃寺には、龍騎の角が保管されているんだぜ。三体目は九尾の狐だ。日本三大妖怪の一体で、九本の尾を持つ妖狐だぜ。日本では、玉物前という名前で知られている。日本では？外国にも言い伝えがあるの？九尾の狐の伝説は、中国、インド、日本、ベトナム、朝鮮半島など広範囲に残っているんだ。へぇ、全体に共通しているのは、美女に変身して権力者に取り入り、意のままに操るという部分だな。ルパンの峰不二子のような感じね。もともとは中国の妖怪だったと言われているぜ。人間に化けた九尾の狐は、かの有名な、脱皮として炎王朝の中央を骨抜きにして、意のままに操っていたんだぜ。漫画の、方針演技で有名なやつね。快楽の極みと言われる、七肉林という遊びをしたり、崩落と言われる残酷な処刑法を、罪なき人々に行ったりとやりたい放題だったんだ。私も美男美女をはべらせて七肉林したいわ。妄想の世界でとどめてくれ。最終的に陰王朝は武王によって滅ぼされ、中央と脱皮も捕らえられて処刑されるんだ。しかしその時に九尾の狐が正体を表したため、宝剣で切り裂いたが、三つに切り裂かれても空に飛び散って逃げたんだ。さすが大妖怪ね。その後インドのマガダ国でも王妃に化けて同じようなことを繰り返し、退治されるが再び逃げて日本にやってきたんだ。しぶといわね。日本では、玉物前という名前で女官となり鳥羽上皇から寵愛を受けるようになった。しかし、その頃から鳥羽上皇は病に伏せるようになってしまったんだ。病の原因を安倍の安成が占ったところ、玉物前の仕業であると見抜いたんだぜ。安倍の安成？安倍の生命じゃなくて？安倍の安成は安倍の生命の子孫だぜ。そうなんだ。ちなみに安倍の生命の母親は、クズの葉という白子だったと言われてるぜ。え？そうなの？
ああ、安倍一族と狐は朝からぬ因縁があったということだな。正体を見破られた玉物前は、那須野に逃げる神門が使わした精鋭たちによって、矢で射抜かれた後に刀で切られて退治されたぜ。さすがの九尾も激しい攻撃に耐えれなかったようね。いや、九尾のしぶとさはまだまだ続くぜ。え？これでも退治できなかったの？退治された九尾の狐は、殺生石という近づく全ての生き物の命を奪う、恐ろしい呪いの石となったんだぜ。退治されてもそこまで呪いを出すなんて恐ろしすぎでしょ。殺生石は元能和尚という僧侶が砕き、その破片は各地に飛んでいったという。どこに飛んでいったかわからないの？各地に伝承があるが、正確にはわかってないぜ。栃木県の那須に元の殺生石が今も残っていて、その周りで動物の亡骸などが発見されることもあるんだぜ。今も呪いが残ってるの？なんとかしなきゃ。まあ落ち着け霊夢。この辺りはもともと火山地帯で、有毒な火山ガスが噴き出しているんだ。動物もおそらくそのガスにやられたんじゃないかと言われてるぜ。びっくりさせないでよ。しかし、少し前に不穏な事件も起こってるんだぜ。な、何よ。2022年3月5日に、殺生石が2つに割れていることが確認されたんだ。マジで？玉物前の封印が解けたとか？自然に割れたと思われるが、本当のところはわからないぜ。ひえ、4体目はヌエだ。文献によって姿は異なるが、平家物語では猿の顔、タヌキの胴体、虎の手足を持ち、オアヘビという姿で書かれているぜ。ゲームで言うとキメラのような感じね。その鳴き声は、ヒョウヒョウという不気味なもので、鳥の虎つぐみに似ているらしい。ヌエも退治されたことがあるのかしら？ああ、平安時代にヌエが出現して退治されたという記載があるぜ。時の天皇である二条天皇が、毎晩得体の知れない恐怖に悩まされるようになり、名の知れた僧侶にお経をあげてもらうが全く効果がなく、ついには病気になってしまった。妖怪退治でよくある流れね。この時、天皇の御殿の周りに黒い雲が覆っていて、これが原因ではないかと言われていた。そこで、源頼政がこの黒い雲を退治するよう命じられたんだ。あれ？四天童子の時も似たような名前の人いたわね。よく気がついたな。源頼政は、四天童子を退治した源頼光の子孫にあたるんだぜ。へぇ、妖怪退治一族なのね。ああ、源頼政は黒い雲に対して矢を放ったんだが、その矢は源頼光から受け継がれた矢だったんだぜ。それは妖怪に抜群の効果がありそうね。その通りだぜ。矢はヌエに見事に命中し、雲から落ちてきたところを刀で切り裂いて退治したんだぜ。その後天皇の体調も無事回復したというわけだ。ヌエの亡骸はどうしたの？ちゃんとしないと祟られるわよ。川に流したそうだ。ちょっと、もうちょっとちゃんと処理してよ。5体目は大竹丸だ。阪神タイガースの投資かしら？それは大竹幸太郎だ。わかりにくいボケをするんじゃない。えへへ。大竹丸は平安時代に伊勢国と近江国の間の鈴鹿山に住んでいたとされる鬼だ。伊勢は現在の三重県、近江は滋賀県だな。鬼神魔王とも呼ばれ、神通力で暴風や雷鳴を操り火の雨を降らせることができたとされてるぜ。また、飛行能力や変身能力も持っていたぜ。なかなか強力な能力ね。大竹丸は大きさもとんでもないぜ。四天童子の身長が約6メートルなのに対し、大竹丸は約30メートルもあったんだぜ。これは10階建てのビルに相当する大きさだ。でかすぎでしょ。暴れ回る大竹丸を退治するため、当時の帝が坂の上の田村麻呂に討伐を命じた。坂の上の田村麻呂は3万の兵を率いて大竹丸に戦いを挑んだが、強力な術に苦戦して、倒すことができなかったんだ。3万の大軍でも倒せないって、どうするの？そこで登場したのが鈴鹿御前だ。鈴鹿御前は大竹丸と同じ鈴鹿山に天下った天女だぜ。元官僚なのかしら？その天下りじゃないぜ。天下りの元々の意味は、天界にいる神様が地上に降り立つということだぜ。大竹丸は妖艶で美しい鈴鹿御前にベタ惚れだったんだ。妖怪も恋をするのね。だけど実は、鈴鹿御前は大竹丸を退治するために人間に協力しに来た神様だったんだ。お告げで鈴鹿御前の存在を知った坂の上の田村麻呂は、鈴鹿御前を訪ねた。一目見て恋に落ちた二人は、速攻でちぎりを交わしたそうだ。あらら、若いわね。鈴鹿御前によると、大竹丸は阿修羅からもらった三振りの宝剣、三妙の剣を持っており、その力で不死身になっていて倒せないんだ。チートすぎでしょ。そこで二人はある作戦を行うぜ。ある作戦？鈴鹿御前、武将に命を狙われてるから、あなたの武器を貸してほしい。ね、あ。大竹丸、うっちよー、いくらでも貸したるで。坂の上の田村麻呂、はいお兄さん、俺の女に何してるのかな？出すもん出してもらおうかな？は。いや、つつもたせじゃない。作戦により剣の力を失った大竹丸に、坂の上の田村麻呂はさらに神々の力を借りて、最終決戦を行うぜ。大竹丸は分裂して数千の鬼に分かれたりと、強力な術を使ってきたが、坂の上の田村麻呂も神様の力で万の矢を放ち、すべての鬼を射抜いた。
最後に宝剣、ソハヤの剣で首を切り落として退治することができたぜ。なかなかの激闘だったようね。だが、退治されたはずの大竹丸は剣の力で再び天竺で復活したんだ。ラスボスは1回では倒せない定期。だが、2回目は退治に来た坂の上の田村麻呂にあっさり倒されたがな。大竹丸の首は宇治の宝蔵に収められたらしいぜ。悪い鬼だけど、愛していた女性に騙されて退治されたりちょっとかわいそうね。6体目はヤマタノオロチだ。ドラクエのモンスターにもいたわね。ゲームや漫画でも有名なやつだな。目はホオズキのように赤く、頭と尾8つ持ち、胴体には苔やヒノキや杉が生え、その大きさは8つの谷、8つの山をまたぐほどでお腹がいつも血まみれだったと書かれているぜ。大竹丸にも負けない大きさね。ヤマタノオロチは出雲の国、現在の島根県で暴れていた妖怪だ。ある老夫婦の神様がいたんだが、ヤマタノオロチは毎年やってきては夫婦の娘たちを食べていたんだ。怖いわ。とうとう末娘のクシナダ姫だけになってしまい、悲しんでいたところに英雄、スサノオノミコトが現れた。スサノオノミコトは事情を聞き、倒せたらクシナダ姫と結婚することを条件にヤマタノオロチ討伐を引き受けたぜ。おとぎ話の王道パターンね。もちろんヤマタノオロチに真っ向勝負を挑んでも勝ち目は薄いので、スサノオノミコトは、老夫婦に強い酒を作るようお願いしたんだ。それをヤマタノオロチの住処に置き、匂いに釣られたヤマタノオロチは酒を飲み干して酔いつぶれてしまった。こいつも酒が弱点か。酔いつぶれたヤマタノオロチをスサノオノミコトは剣で切り裂き退治したぜ。その時、おから出てきたのが、天の村雲の剣なんだぜ。ゲームの装備品でも見かけるやつね。三種の神器の一つだな。あとヤマタノオロチは、島根県の日川を象徴しているという説があるんだぜ。川がヤマタノオロチの正体なの？ああ、日川は古くから氾濫を繰り返して水害をもたらしていたんだ。そういった事実と、上から見ると八つに分かれた蛇のように見えることから、ヒイカワがヤマタノオロチの元になったのではないかと言われてるぜ。洪水も妖怪以上に恐ろしいわよね。7体目は大天狗だ。赤い顔に長い鼻を持ち、山伏の格好をしている妖怪だぜ。妖怪の中でもポピュラーなやつね。天狗にはいくつか種類があり、その中でも最も強力な神通力を持っているのが、大天狗だ。優れた力を持つ僧侶などが、死後大天狗になると言われている。霊能者が悪霊になるとヤバいって聞くものね。大天狗はなんといっても内輪で起こす妖術が強力だぜ。内輪自体にも強い妖力が宿っていて、飛行、宿地、分身、変身、風、火炎、人身操作等、何でも自由自在なんだぜ。絶対こいつクソボスでしょ。大天狗の伝説として有名なものは、ストック天皇だな。天皇？天皇が天狗になっちゃったの？ああ、ストック天皇は日本三大怨霊にも数えられる恐ろしい存在なんだぜ。ストック天皇は時の天皇の第一子として生まれ、本来なら後継ぎとして可愛がられるんだが、父親からは自分の本当の子供ではないとして疎まれていたんだ。昔の日本史もドロドロね。そのこともあり、本来なら自分が継ぐはずの皇位を弟の後鳥羽天皇が継ぐことになったんだぜ。そのことがきっかけで兄弟で戦を起こすんだが、案の定弟が勝ってストック天皇は島流しになるんだ。なかなかの人生ね。ストック天皇は流された後、仏教の写本に熱心に取り組むようになったが、ここで彼を悪霊にさせる出来事が起きるぜ。何があったの？ストック天皇、最高傑作ができたぜ。この写本をお寺に収めてもらおう。後鳥羽天皇、あいつが送ってきた写本。どうせ呪いがかかってるやろ。送り返せ。もうあいつ許さん、吉毛解放したる。天狗になって天皇を民にして、民が天皇になるような世の中にしたる。妖怪になるほど怒っちゃったのね。ストック天皇は呪いの言葉を残して亡くなったんだ。そしてストック天皇の呪いが降りかかり、急に兵が暴れたり、大火事が起きたり、後鳥羽天皇も病に倒れて亡くなってしまうぜ。穏やかな人ほど、怒らせると恐ろしいわね。8体目は大だらぼっちだ。もののけ姫で有名なやつね。日本各地に言い伝えのある巨人で、山や古城を作ったと言われてるぜ。山を作るって、ヤマタノオロチや大竹丸よりでかいんじゃないの？おそらく、大きさだけで言えばトップクラスだろう。巨大な大天狗が大だらぼっちだという説もあるんだぜ。へえ、そうなんだ。大だらぼっちが暴れたりしたという伝承はないが、日本各地に彼が作ったと言われるものがあるぜ。例えばどんなの？富士山を作り、その時に土を掘ったくぼみが琵琶湖なんだぜ。スケールがでかすぎるわ。さらに浜名湖は手の跡、長野県の青木湖、中綱湖、木崎湖は足跡だと言われてるぜ。また茨城県の大串貝塚の貝は全て大だらぼっちが食べたものだとされているぜ。想像すればするほど、とんでもない大きさね。大だらぼっちは妖怪というより、日本を創造した神様に近い存在だな。9体目はガシャドクロだ。ドクロってことは、骸骨のような妖怪？その通りだ。戦で亡くなったもの、埋葬されなかったものなどの骨や怨念が集まり巨大な骸骨になった妖怪だ。夜中にガチガチという音を立ててさまよい歩き、生きているものを見つけると襲いかかり、握りつぶして食べると言われてるぜ。めちゃくちゃ怖いわね。夜中に騒いでるパリピーとか真っ先に食べられちゃいそう。
そういうやつは一番最初に食べられるのがホラー映画の鉄則だからな。実はガシャドクロは他の妖怪とは違い歴史が浅いんだ。江戸時代とかじゃないの？登場したのは昭和中期なんだ。え？かなり最近なのね。1960年代後半に刊行された児童書で初登場し、その後、ゲゲゲの鬼太郎で知られる、水木しげる氏などにより広められたんだ。やっぱり妖怪といえば水木先生よね。ガシャドクロのイメージは、相馬の古代理という浮世絵が元になっているが、これはガシャドクロではなく巨大な骸骨の絵なんだぜ。なるほど。中体目は山本五郎左衛門だ。妖怪にしては普通の名前ね。名前で判断してはダメだぜ。山本五郎左衛門はあまたの妖怪を引き連れる、魔王に属する大妖怪なんだ。異能者の家禄という物語に、そのことが書かれているぜ。どんな物語なの？あるところに、異能平太郎という勇敢な少年がいたんだ。彼はある時、肝試しで菊間山という心霊スポットで百物語をしたんだ。心霊スポットで百物語って、とんでもないわね。しばらくは何もなかったが、ある晩から毎日怪異が異能少年を襲うようになるぜ。言わんこっちゃないわね。しかし、怪異が驚かすだけで何もしてこないことがわかると、異能少年は相手にもしなくなるんだ。すごいわね。そんなことが1ヶ月間続いた夜、ついに魔王山本五郎左衛門が姿を現すぜ。どんな姿なの？高貴な身なりをした武士の姿をしているぜ。割と普通なのね。だが、背丈は天井まで届くほど巨大なんだ。やっぱり普通じゃなかった。山本五郎左衛門は、実は、真の悪五郎という魔王と力比べをしていたと異能少年に語り出した。ネーミングセンスがギャグ漫画みたいね。二人は真の魔王を決めるために、どちらが勇敢な若者を100人驚かせるかという、勝負をしていたんだ。妖怪の魔王を決めるにしては平和的ね。山本五郎左衛門、お前が驚かんかったからワイは負けてしまうかもしれん。でもお前の勇敢さは見事やったわ。なんか困ったことがあったらこの木槌を鳴らせば助けに来るで。ほな。そう言って去っていったぜ。魔王を感動させるなんて、すごい少年ね。この木槌は実在していて、広島県の国前寺に時宝として祀られているんだ。マジで？鳴らしてみたいわ。罰当たりなことをする前に誰か霊夢を退治してほしいぜ。11体目はヌラリロンだ。出たわね。漫画、ヌラリロンの孫で知ってる人も多いだろう。氷炭ナマズのように捕まえどころがなく、神出鬼没で、何をしたいのかよくわからない妖怪だと言われてる。後頭部が出たハゲ頭で、着物を着て目や口がないのっぺらぼうのような外見をしているぜ。なんとも言えない妖怪よね。漫画では妖怪の総大将だけど、実際そうなの？実はそれは誤りだとされているんだ。え？そうなの？ああ、人の家に勝手に入って主のように振る舞うとか妖怪の親玉というイメージがあるが、これは近年に拡大解釈されたものなんだ。だが、百鬼夜行の一員という部分は正しいぜ。少しがっかりね。おそらく、ゲゲゲの鬼太郎で水木しげる氏が妖怪の総大将として描いたのが始まりで、その後、ヌラリロンの孫や、ガンツで最強の妖怪として描かれているのが、影響していると思われるぜ。やっぱり水木先生の影響力はすごいわね。12体目は天の雑魚だ。これはあまり聞いたことがないわね。天の雑魚はスサノオノミコトが自身の荒ぶる気を吐き出した際に、それが形を成して、女神となったものなんだぜ。スサノオノミコトって、ヤマタノオロチを倒した英雄の？そうだぜ。人間に近いが、顔分け物のようで高い鼻、長い耳と牙を持った姿をしているぜ。全然女神っぽくなくて草。しかも、蝶がつくわがままで思い通りにいかないと暴れだし、力のある神様でさえ遠くに投げ飛ばすらしいぜ。ヒステリー女神定期ね。彼女は天の弱や天狗の祖先と言われ、すべてのことをあべこべにしないと気が済まないんだ。手のつけようがなさそうね。子供もとんでもないんだぜ。子供がいたの？よく結婚できたわね。いや、結婚はしておらず自分一人で子供を作って産んだんだぜ。は、天の作という子供を産んでいるんだが、これまたとんでもない力を持った子供で、成長すると宮殿の王となり、神々に反乱する悪神たちの王となったんだぜ。親子揃ってとんでもないわね。天の雑魚は妖怪というより女神に近いんだが、妖怪たちの祖先であることや気性の荒さ、産んだ子供が恐ろしい魔人だということを考慮してランクインさせてもらったぜ。最後の13体目は空泣きだ。これまた聞いたことないわね。もともとは四柱推命という占いの用語で天中殺とも言うぜ。どんな意味なの？絵とは実感と十二支の組み合わせで表されるが、10と12を組み合わせると、二つ余ってしまうだろ？ええ、この二つを空泣きと言い、天に守られてない不吉な期間を表しているぜ。一方で妖怪の空泣きは、百鬼夜行の最後に出現する妖怪とされているぜ。紅白歌合戦で言うと大鳥ね。百鬼夜行絵巻では、最後に妖怪たちが逃げ出す描写があり、そしておどろおどろしい赤い円形のものが描かれているんだ。この妖怪たちが恐れているものは、多くの解釈では太陽だと言われているが、これこそが妖怪、空泣きだという説もあるんだ。妖怪たちも逃げ出す大妖怪ってわけね。正直、空泣きがどういう妖怪でどういう風に誕生したのかは謎が多いんだぜ。
百鬼夜行が逃げ出す謎の赤くて巨大な妖怪、いろいろな妄想が膨らむわね。さあ、これで全て解説したぜ。どうだったかな霊夢？とても恐ろしい妖怪ばかりだったけど、妖怪の歴史も分かって楽しかったわ。それは良かったぜ。英雄と呼ばれる人が妖怪を倒す時も、結構頭脳プレイが多いのが意外だったわ。そりゃあ、ここで紹介している妖怪は神と同等かそれ以上の力を持っているからな。英雄でも真正面から戦ってはとても勝ち目はないぜ。確かにそうね。霊夢はどの妖怪になってみたいとかはあったか？そりゃあヌラリロン一択よ。なんでだ？他の妖怪も強そうだぞ。だって人の家に勝手に上がり込んでも何も文句言われないんでしょ？永遠にニート生活送れるじゃない。大妖怪の力をニートライフに使うんじゃない。じゃあ、今回の動画はこれで終わりにするぜ。ご視聴ありがとうございました。